あ、これな。これな。いや、まあ確かに、うん、そういうタイミングではあったよね。かつてラビリンソスで栽培されていた。まあなんか、うん、まあブドウね、多かった、ローポリブドウを探すんだ、うん、はいはい、でその中では、うん、なんか、まあ、他のやつがどうだっていう話ではないんだけれども、うんうん、はい、なんかこうローポリブドウをうまく消化してくれ、あのデザ家具の、うん、まあ、そういうね、なんていうかあったけど、うん、うまく家具のデザインとして、うん、こう R なんとか風みたいな感じで消化してくれてて、うん、よくデザインしてくれてるなっていうふうに、うん、デザイナーチームの人が言うてました。うん、うん、だから確かにね、うん、これを選んだのは、うん、なんかうちらプランナーよりもデザイナーの方が票が入ってた、はい、うん、へー、うん、すごい面白いね、うんうん、なんかほら、うん、BG チームがさ、あのブドウを作ってるからさ、うん、はいはいはい、ちょっとでプランナー陣はさ、ちょっと気使っちゃうわけよ、そこに票を入れるのって。その分かっちゃいてくれてると思うけど、うん、みたいなね、うんうん、でもね、デザインチームはね、バンバン入れてた。じゃあ安心だ。弾力が、うん、まあ、そういうのもね、なんかそうやって笑いに変えていくというか、うん、っていうのは、まあ、うんうん、そうね、時間経ってりゃね、うん、はい、いいことだと思いますよね、こういう、またこれもまた歴史だとは思うよ。そうですね、うん、だってごめん、 LINE、 そういう意味では俺も LINE スタンプ入れちゃったもん。いや、 LINE スタンプあったよね。はい、確かにね。でこれはね、うん、今度はみんな大好き石川なっちゃんが、あら、うんうん、はい、コメントをくれました。あら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 、はい、じゃあ石川なっちゃんのコメントを私が読、ね、代読させていただきますが、はいはい、お願いします。はい、冒険者の部屋の卓上にこれが置いてあったら、うん、と想像せずにはいられません、うん、一体どんな内容が綴られているんだろう、うん、宛先は別の冒険者か、旅の中で出会った相手か、はたまた故郷の両親か、置く人の分だけ違った意味を持つ素敵な家具だと思います。もうすでにコメントが素敵なんですよ。コメントがもう素敵な。やっぱシナリオチームのコメントって感じするよね。語彙力あるよね。そう。そう、なっちゃんこれが可愛い。普通にグッズでも欲しいぐらい。うん、欲しいね。石川さんありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃんからでした。はい。はい。